これから ML 添削動画塾を始めます。引き続き、クレマチスを添削します。それでは花びらを仕上げしたいと思います。仕上げは描画モード上山クロマスクに設定して仕上げに入りたいと思います。水の量は光の当たっている状態に合わせて水の量を減らしたり増やしたりしてください。水の量を減らしますと濃くなります。水の量を増やしますと薄くなりますので、光の当たる方向を意識しながら塗っていきたいと思います。光は真上からほぼ当たっている状況にして塗りたいと思います。それでは できるだけ花びらに沿って線を入れてください。このように根気ではありますが、できるだけ丁寧に塗っていただくと、花びらの表現も一層表情が出てくると思います。
はい、それでは少し光の加減をつけてみたいと思います。さらに水の量を多くして薄くしながら仕上げていきます。花びらと花びらの間が少し重なっているところの部分的にはちょっと濃くしていただくといいかと思います。はい、このような形に色を仕上げてみました。それでは描かれた最初の絵と比較してみたいと思います。少しメリハリをつけた色にしてみました。それでは花びらの添削の仕上げを終わります。引き続き葉っぱの仕上げ、背景の少し濃淡がきつすぎますので、その辺のところを、その濃淡のところを添削したいと思います。